フランス領インドシナピアストルは、フランス領インドシナの通貨単位。フランス語で、ピアストルデコマースとも呼ばれ、1885年から1952年の間、大日本帝国により占領されていた時期を除き、フランスの支配下にあったインドシナ半島東部地域で使用された。日本語では、普通インピアストルなどとも呼ばれる。補助通貨単位は3チームで、 1>, 1ピアストルイコール103チーム。さらにその下の補助単位として、13チームイコール5サペックとされた。フランス帝国がこの地域を支配する以前は、様々な貨幣が使用されていた。19世紀後半には、現在のベトナムにあたる地域では、中国の一部地域で使用されていた戦貨が使用されていた。他にも、龍門の描かれた銀貨も流通しており、 これは当時その地域に広く知られていたスペイン銀貨やメキシコ銀貨などの洋銀に似せて作られていたと考えられており、しかしながら流紋銀貨は外有銀分が少なく、洋銀に対し価値は低かった。現在のカンボジアやラオスにあたる地域ではシャムの貨幣が流通しており、カンボジアもシャムティカルの一種が流通していた。フランス帝国が1858年に、 現朝に仕掛けた高知ナ戦争に勝利し、1862年にメコン川デルタとサイゴン周辺の高知ナ、現在のベトナム南部からインドシナ帝国の支配を開始。この帝国はシャム王国の俗領であったカンボジアなどを含む地域へ急速に勢力を拡大した。1875年にフランスはカンボジアにカンボジアフランを導入した。 このフランカは1875年から1885年のアイダベルギーにて鋳造されていたが、どれも1860年目とされていた。フランスはまた補助単位3チームも1870年代後半にコーチシナに導入したが、実際にはフランスフランに対してではなくメキシコドル銀貨に対する補助単位となっていた。1884年、 普通量インドシナ帝国は、トンキン戦争を経てさらに、アンナンヤトンキンに支配を広げ、1885年には、新しい銀貨である、通称ピアストルを導入、地域の財政的安定を目指し、インドシナ全域で流通を開始した。このピアストルは、文字通り当時のメキシコペソと同化だった。そのためピアストルは、スペインペソがマニラガレオンにより、 メキシコから東洋に持ち込まれた直径の子孫と言われることもある。当初1ピアストルイコール純銀24.4935グラムの銀本位制とされ、1895年に1ピアストルイコール24.3グラムに改中された。普通インドシナは銀本位制を維持した最後の地域の一つとなった。普通インドシナピアストルは1920年まで銀。 本位制を維持していたが、第一次大戦後の銀の高騰を受けて、金本位制をもとに変動相場制による、フランスフランへのペック制を導入した。銀本位制は、その後1921年に復活し1930年まで維持したが、その後フランスフランに再びペックし、1ピアストルイコール10フランとされた。第二次大戦中、 大日本帝国の占領下には1日本円イコール0.976ピアストルの交換レートで運営され、戦後は戦前のフランへのペックが再開された。しかし1945年12月のフランスフラン切り下げの影響を避けるため、1ピアストルイコール17フランにペックが変更された。実際にはインドシナ地域では、 ピアストルの実質価値は10フラン前後を維持したので、ピアストルをフランに両替すると大きな富を得られる機会が起こり、組織的犯罪も活発化し1950年頃からピアストル事件と言われる出来事が起こった。1946年に北、ベトナムでは北、ベトナムドンが、普通量インドシナピアストルと同化で導入され、続いて1952年には、ラオスキープ、 1953年には、カンボジアリエル、南ベトナムドーンが、普通用インドシナピアストルと同化で導入された。当初は紙幣には、それぞれの地域通貨名と、ピアストルとが併記されていたが、効果は、当初から国ごとの通貨名のみが記載された。これらの貨幣はピアストルと、並行し流通した。1953年には1ピアストルイコール10フランのペック製に戻された。 南ベトナムとカンボジアでは、両通貨名が併記された紙幣は1955年まで使用され、ラオスでは1957年まで使用された。効果はまず1880年に発行され、その後1883年、1885年と続いた。1885年には13チーム同化、10、20、53チーム銀貨と1ピアストル銀貨が導入された。 1887年には穴のある2サペック同化導入。1895年には銀含有量が減少。1896年から13チームも穴線となり、1923年には穴線の後3チーム白同化が導入され、さらに1935年には穴線の1 2・3チーム同化が導入された。1939年に1、 2,3チームアエンカと10、23チーム白銅化、またはニッケル化が導入された。フランス国という名で1942年から1944年の間、1,4,1,5,3チーム硬貨が発行された。すべて穴線で、1,4,3チームはアエンカ、1,5,3チームはアルミニウム化であった。1945年20、 23チームアルミニウム化が導入され、その後穴のない53チームアルミニウム化、1ピアストル白銅化が導入された。最後のピアストル化幣は、インドシナ連邦という名で発行された。その後、1952年に最初のラオスキープ硬貨が発行され、その後1953年に最初の南ベトナムドン硬貨とカンボジアリエル硬貨が発行された。 フランス領インドシナの100ピアストルフランス領インドシナの20ピアストル1892年にインドシナ銀行が1ピアストル紙幣を発行その翌年後20100ピアストル紙幣を発行した1920年から1922年の間102053チーム紙幣も発行された1939年にインドシナ総合政府が1020 53チーム紙幣を発行し、その後1942年に53チーム紙幣を発行した。1945年にはインドシナ銀行が50ピアストル紙幣を発行し、1947年に10ピアストル紙幣を発行した。1953年にカンボジアラオスベトナム国立発行局が紙幣発行機能を掌握。 その年発行されたピアストル紙幣は3カ国共通で発行された。さらに1952年から1954年の間、この紙幣はピアストルと3カ国の通貨のどれか記載されていた。カンボジアでは1、5、10、100、200リエルピアストル紙幣が発行された。ラオスでは1、5、10、100キープ。 ピアストル紙幣が発行された。南ベトナムでは、1、5、10、100、200ドンピアストル紙幣が発行された。ありがとうございます。